かたん。はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は8月29日土曜日、時刻の方は11時8分です。見える？てけてててててんぴぴぴぴょー。はい、そんなわけでね、今回は素晴らしいものがね、朝一番に到着しています。もう9時ちょっと前にね、あの表で庭で水まきしてたらね、ヤマトのお兄ちゃんブルブルって来てね、一個あるよーってことでね、はい、登場しました。ノブサウンドさんのアンプが炊きましたね。オープンボックスの動画になります、ね。はい、今回ね、紹介するのはドクオーディオね、 G6 ね、G6 のモデルになります。はい、で今回のこれね、パッと見てね、一目見ておーって思うでしょ。もうパッと見てここに、はい、ガードがついているね。元気なおじいのところではこれ初です。このガードがついている、この真空管のガードがついているね。これすごいよね。まあ、ちょっとこう盛り上がってこうグッて入ってっていう、まあそういうのはあるけど、こういうまあいろんなやつがあるんだよね。円形のなんかこう、なんていうの、こうウルトラマンがこうカプセルにこうガーってみんな閉じ込められちゃったような、ああいう形のなんかこうね、鉄のやつみたいなとかあるけど、これ四角いのでね、ボンってこう入るやつ、ちょっと高級なやつでしかあまりお目見えしたことがないんだけど、おじいのところではね、これ初です。すごいよね。ちょっとこのガードがあるとないだけで見た感じが全然違う。ちょっとテンション上がっちゃうよね、これね。めっちゃ楽しみにしてました。はい、じゃあ今回のアンプどんなものなのか、早速皆さんと一緒にね、見ていきたいと思います。はい、てけれん。はい、ドコード G6 ね、これがない、これ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 どこ行った、よいしょとね、でーね。はい、そんなわけで、このね、ドコード G6 見ていきましょう。おまじね、フロントから見た感じはこんな感じになってますね。でここ見るとオンオフのこう電源スイッチがあります。電源がオンオフがあります。でここに電源のインジケーターがあって、まあ、オンオフでこういうね LED のライトがつくということになります。さあここが赤かな青かな、どっち側に光るのかな、楽しみだね、ほんとね。うん、まあおじいの好みは青なんだけど、おそらく多分ここ赤なんだろうね、きっとね、うん。それで、このね入力モードのこうスイッチのね切り替えがあって、 上にすると Bluetooth で、真ん中が USB 接続、そして下が AUX となっています。3つかなこれね、これでも Bluetooth、USB-UX は違うよね、これ、あの3つだよね。あの後ろに赤と白のやつが多分ついてると思うから、そうだよね。うん、はい、で、おだよね、こうシルクトって書いてあるからね、入力モード3つ切り替えます。そしてここが低音のつまみだね、ブワス。そして、右側が高音のつまみ、ね、トリブル。そして、総ボリュームつまみということで、ここがね、これがまたあの、カチ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 っていうね、そういうあのボリュームつまみだと思う。なんでね、ニューってのがないのかなと思ったら、あの音ちっちゃくした時に、その音のこうなんかこうバランスね、あれ結構なんか難しいらしいよね。で、あの段階的なカチカチカチだと、そこがバランスよくなんか出るみたいね。うん、おじい、この間ググったんだ、これ。まあ合ってるかどうかわかんないけど、ね。全体的に操作するパネルはこんな感じになってます。はい、じゃあ次はね、後ろを見てみましょう、ね。後ろから見るとこんな感じになってます。で、ここがね、この Bluetooth のアンテナをつけるところになります。で、これね、ダック、ね、クワクワ、ダック、ね、PC、USB、ここダックがつきます。USB コードつきます。パソコンとつけるとね、いい音で楽しむことができます。クワクワ。はい、そしてここがね、RCA 入力、赤と白のね、おなじみの入力になります。で、やっぱ一番怖いのがね、この RCA 入力するときに、これちょっとまだセット内容どうなってるかわかんないけど、あのケーブル、ね、もし付属のケーブルがついているとするならば、ね、その付属のケーブルがあの結構まあ、汎用品なんだけどね、結構緩くて、ザザザザザってね、なる場合があるので、だいたいあの、アマゾンから、ね、違うものを購入して使った方がいいよっていう、まあ、おすすめがあるんだけども、もし付属しているとするならば、ね、ザザザザザザがないかどうか、そこのところがちょっと心配だよね。
で、あと右側だけとか左側だけとか、まあ大体右側の方が多いかな、ノイズがね、ないかどうか、ここら辺がねちょっと気になるところだと思います。それで、ここを見てね、皆さん多分びっくりしたかと思います。まあ最初のとこ見てもわかると思うんだけど、これね一番最初のここを見ればわかると思うんだけど、マックスアウトプットが 160W プラス 160W ってことで、っつってね、ここ見てびっくりした方はね、はい、ここ見て納得ね。スピーカーを直結につけるタイプになってるので、ね、これはプリメインアンプです。これね、プリメインアンプです。真空管がついてるので音を整えるね、ということでプリアンプの役目があるんだけど、こんな160プラス160マックスで出るんだからパワーだよね、音を大きく出せる。プリアンプっていうのは入ってきた音に対して音を整えるのが役目で、音のボリュームは大きくしないので、だいたい 1.1 倍ぐらいとかね、それぐらいしか、ほんのちょっとしか音が大きくならないっていうのが、まあ、プリアンプの役目なんで、パワーアンプは音はよくできないんだけども音を大きくするね、増幅する、そこが役目なんで、で両方ともあるのがプリメインアンプだよね。要はね、プリとパワーとね、なので、A とかね、AB アンプとかね、これいろいろあるよね、うん、そんな感じです。これパワーアンプになっています。そしてここね、電源なんだけども、今回の入力は 12V 電源は使いません、ね、19V から35V までの入力に対応してます。すごいでしょこれね。やっぱパワーを食うから、うん、やっぱ餌たくさん与えないと音出ないからね、シェフレーではね、うん、やっぱたくさん食うからね。ワンちゃんもそうだよ。うちのミニチュアダックスはね、こんなにちっちゃい餌ね、ここぐらいしか食べないけど、昔ボクサーとか飼ってたことがあって、ボクサーすごいんだよ。ボール毎回ボールなみなみドッグフードをいっぱい入れて、味噌汁とかを浸してあげて、ってだボールいっぱい食っちゃう。それで足りねえってグッグッグッってかってやってくるからね、すごいんだよ。でっかいのは秋田犬もそうだったね、すごい食べるんだよ、ね、だからやっぱね、パワーがあるワンちゃんはいっぱい餌を食べるね。パワーがあるアンプはそんだけね電気を食べるということになりますね。はい、そしてこれがね、中の回路になります。でここ見ると高温と低温の制御を備えた総合なんだろうねこれね、前置き増幅回路プラグイン可能なソケット設計の NE5532 オペアンプね、他のオペアンプを簡単に変更し、さまざまなサウンドスタイルを楽しむことができますよということで、まあこういうスタイルになってます。でこのね、スピーカーの接続がここにあって、でここがね RCA の入力があって、まあここら辺のところに何か影響するものが近くにあるかなって見た時に、まあこれぐらいの隙間があればまあ大丈夫かな、どうかなってね、ここら辺にこうパターン回路がかかってなんかいろいろこう通ってると、そこのところがこう影響しやすいとかね。これ基盤のこれ設計って結構大事なんだよね。おじいもよ最近よくググるようになってきて、まあ、何でもかんでも空いてるところにくっつければいいってもんじゃないんだよね。であとこの真空管こうやって刺したときに、これがいろんなものにこう影響しやすいから、どこに設置するかによってまたいろいろノイズの入り方がね、入る入らないとか決まってくるし、あとこういったものをこうこのこうブロックね、この真空管から出るものをね、こういかにこうブロックするか、ね、ここのところでまた全然違うみたいだな、これがね。だからガードをつけるといいよってことで、いいものになるとガードがついてるんだよね、しっかりとね。まあ設計次第だと思うんだけどね、それもね。はい、で内部はしっかりとね、こうものすごいね、ぎっしり詰まってるよね、いろんなものが、秘密兵器が。でオペアンプの交換ができる、オペアンプどういうことだろうね、オペアンプはどれかな、これかな、足が8本あるからこれかな、うん、おそらくここら辺も足が8本あるんだよな、どれだろうな、何をってオペアンプもさ1種類だけじゃなくて何とか用ってあるんだよね。だからね、ここら辺は片側しかないから、まあ、多分ここら辺は違うと思うんだけど、ここも足8本あるしね、ここら辺はなんかムカデみたいな IC みたいなのがあるし、いやどれなんだろうよくわかんないけど、
多分左右独立したから多分2個あると思うんだよね。あとここに2個あるから多分これじゃないかな、これかこの IC か。でもオペアンプの効果って普通こっち側の形っぽいよね、違うかな、うん、おじいまでオペアンプの交換したことないからね、よくわかんないんだよね。わかんないおじいね。はい、そんなわけでね、次行きましょう。はい、次はね、ここですね。はい、ガード用いて、この真空管1,2,3,4,5,6,7 ピンになります。7ピン、真空管は7ピンになります。で、今回ついている真空管は 6K4 です。 6K4 ね、真空管っていうのはそのいろんな型番があってね、で、処理用と音が違います。で、その100本に1本ぐらいのすごくいい当たりのやつがあって、そういうのは軍用とかでね、持ってかれていったりするみたいですね、していたみたいですね。なんだろう、軍用の選別品になるとちょっとお値段が高くなってくるという、そういうものらしいです。で、このね、真空管っていうのは要はどれぐらいの電気で駆動するかね、要は電力ではね、そこを間違っちゃうとたくさん当たるとバーンってなっちゃうだろうしね、足りないとわーってこう元気がなく起動できないだろうしね。なので、正しい要はね、電気の量と、それからこの足の数、これね、このサイズのこの足の数、これが適合すれば使えるんだね。だから玉転が足なんかで使える使えないって何なのかなと思って調べたことがあるんだけど、すごい単純な話なんだよ。これはこれに近い近いないって何だろうと思って、結局要は電気だよね、電気ね、消費する電気があるよね。で、抵抗の問題とかそういうのがあるから、そこのところが合わないとまず使えない。これは当たり前の話で、で、このピンの数と大きさがこれあって、刺されば使えるっていうね、そういうものなんだよね。で、これについてるのは 6K4 という真空管がついていて、で、その同じこのね、この同じピンで互換性があるものが、互換性っていうと、なんか似たようなものってイメージがあるかもしれないけど、まあ似たようなものなんだけども、要は刺して使える。要は今言ったように、ちゃんとした、要は電気だよね。ちゃんとした電気が通って、形状も同じで、入れ替えても大丈夫だよっていうね、そういったものになります。それが、6J1、6J4、GE5654、6AK5、で、6ホニャララ1なんとかに直接交換して、さまざまなスタイルのハイファイサウンドを楽しむことができますよっていうことなんだね。なので、大体ね、この、こう、記号とか番号とかあるけれども同じもんなんだけども、どこどこの国で製造されたものはこの番号とか、この時代にこうやってやったものはこの番号になってるとか、大体そこら辺なわけなんで、これを見るだけで、あ、これはどこのいつ頃のやつなのかなっていうのが大体判別できるみたいです、なんとなくね。で、そこに括弧して軍用ってやると、ああ、選別品なんだなっていう、まあ、そういうものらしいです。おじいよくわかんないけどね、本当ね。はい、で、そういうことで今回は 6K4 というものがあって、 6K4 というのをおじいあんま記憶にないんだね、今までに。 6K4 というのは 6J シリーズはあったような気がするけど、 6K というのはね、なかったような気がするんで、うん、ちょっともう一回ね、真空管のアンプもう一回あぶり出してみないと、ね、おじいも記憶を読み戻すのが大変ですね。そんなわけで、ちょっといろいろ試してみたいと思います。はい、そしてね、今回の最大のルアーはやっぱり21世紀なので、皆さんスマートフォン持ってますね。まあ、なんだかんだ言ってもスマートフォンの電波で、ね、飛ばすっていうのは、この Bluetooth で飛ばすっていうのはもう今や不可欠です。これがないと不便でしょうがない、ね。で、この電波の音っていうのは有線に比べたら転送できる、要は絶対的な量がもう決められてるから、だから有線よりはいい音が出るわけがないっていうね、そういう定義があります。だからオーディオマニアの人は電波で飛ばして聴くってことはまずないと思うんだけど、元気なおじいが個人的な意見なんで、これはあくまでも個人的な意見なんだけども、電波で飛ばした音でも音がいいよ、すごく。なので普通の一般の人がこれ電波飛ばして聴いたら、おお、めっちゃいい音じゃんっていうね、びっくりするようないい音よ。だ、この理論的に言うと Bluetooth で飛ばすと、ここからここまでの、ね、限界でこんだけの転送量しかできないから、
だからその Bluetooth 4点いくつだとその量が少ないんだよね、速度も遅いんで Bluetooth 5.0 であることが条件になります。そうするとこのハイクオリティなこの aptX LL ってやつだね、こういったものを対応させることができるわけです。でもこれも電波状況がものすごくいい状態でのお話なので、なんか途中に障害物があったりとか移動しながらとか、あの条件が悪くなる、あと混線するとかね、そういった状態があると途中で途切れちゃったりとかね、音が悪くなったりするんじゃないかなと思います、ね。まあ、デジタル信号なんで、結局この0と1だけの世界で信号があるかないかだけの世界になります。でノイズっていうのは何を影響するかっていうと、この0101でこの本来0なものにノイズが入ると1になってしまう。本来ないものを信号を0なのを1にしてしまったり、で元1があったものを0にしてしまったり、この例えばね、マシンゴとかでもね、こう000001とかね、000002、000009の字がね、0な、あと0だか、A がなんだっけ、あ、0の式が A だよね、A、B、C、D、E、F でこう16進数だよね。で、1個繰り上がって、000の0010になったら、これは、16だっけ、16だよね。で、11になると17だよね。こうやっていろいろあるけど、電気信号があるけど、だこの000001の、この0の1個の部分が、途中がね、000、ドイツ書いて1になったらとんでもない数字なんかね、これね、全然化け物みたいな数字なんで、16進数の10、100、1000、万のくらいの数だと、とんでもないからね、1万かける16の数になっちゃうからね、とんでもない数になります。なので、これを音楽の信号に置き換えると、ノイズが入ることによって、本来の楽器、本来の音色が、ノイズが入って別のものに変化してしまうと、あれ、音がなんか変ってね、要は、なんかこう、心地の良い、ね、いい音に聞こえないっていうね、本来の音で再現できてないっていうのがね、こういうものらしいです。なので、この、オーディオマニアの人は、この、電波で聞くよりも、有線で聞く。ね、こんなところが今日になってます。でもこの有線で接続すると、じゃあ絶対的に転送は引っかかったりとかしないからいいんだけども、この線の近くにいろんな電気製品が置いてあったりとかね、電子レンジがあったりとか、あ、いろんなものがあって、そっからノイズを拾っちゃう場合があるんで、そのコードに対してこのノイズ除去するものがしっかり入ってるかどうかとかね、シールド、あのアルミ巻いたりとかね、よく入ったけども、ああいうものを対処をしっかりやるかどうか、あとその接続するコードケーブルは、ね、じゃあ中 の細かい芯をこうやってねじったのがいいの、でも一本の太い芯の方がいいのとかね、細いの太いのでこう全然違うので、もうそこら辺の世界にうわーってこう感じになるんだよね、あまり深入りしない方が幸せではない気がします、これね。はい、まあ、何事もほどほどがいいってことだね。はい、そういうわけでね、電波で飛ばせることによって便利に使えるということになります。で、この USB チップは 24bit で 192kHz のロスレスデコードをサポートしていますってことなんでね、もうハイレゾ音源バリバリくるってことはね、素晴らしいね、これね。この CM6642USB チップという やつらしいです。マニアになるとこういう数字を見ただけでニヤーってしてね、クレヨンしんちゃんとこう横にニヤーって言うね、あんな感じでもう笑みがこぼれるそうですね。おじい全然わかんないけどね。はい、じゃあ売り文句をね、ちょっと見てみましょう。複数のオーディオ入力、シレオ RCA、Bluetooth 5.0、PC USB、ダク、ね、ドライバーは必要ありません。接続するだけで勝手に認識してくれますよということで、まあ、いろんなものを接続して使うことができますよという売り文句が書いてあります。はい、そして、はるかに大きな出力、最大出力は 160W プラス 116W ということで、この 160W プラス 160W っていうのは、4オームの負荷、要は4オームのスピーカーをつけた場合に 160W プラス 110W が瞬間最大のピークとして、で瞬間最大として、ということであって、160から110すでに使えるものが出るわけではないんだけど、よくカーシガーソケットのやつよね、100W が使えるってやつも瞬間最大150とかね、紹介したんだよね。これがだから瞬間最大が160プラス120まで出るのは4オームの他のスピーカーを使った場合で、6オームのスピーカーとか8オームのスピーカーを使った場合は、ここの数字が当然低くなるということになります。まあ、その前に、この通常使うのはね、もうちょっと低くなるけど、これまた後で説明したいと思います。
で、まあ、160プラス164も負荷に到達できる TDA7498E チップ、これマニアの方が見たらイエーってなるけどね、を採用しているため歪みが少なく、ね、ここが重要、歪みが少なく綺麗なクリアなサビがうーってくるのにはこの歪みだからね、これね、歪みが少なく過調ノイズがありませんということで、言い切った言い切ったね、32V5 アンペア電源アダプターを装備し、ほとんどのブックシェルフスピーカー、コンピューターデスクトップなどで使うことができますよということで、でこれがね 32V5 アンペアということで、ちょっとここのつながりをまたね後で細かく説明したいと思います。まあ、キーワードはここを覚えておいてくださいね。はい、次行きましょう。で、あ、そうそう、でこの 160W プラス 160W って、まあまあ、大体この半分ぐらいなんだけどね、実際使うのがね、あの通常に使う車両がね。で、元気なおじいがこの160プラス 160W で、なんて瞬間最大で入力できるものって持ってんのかなと思って、ちょっとおじいもね調べてみましたね。はい、で元気なおじいのね、そこここね、いつも映ってるここなんだけども、こうなってます。でここにトールボーイのスピーカーがありますね。これはプロジェクターでテレビを見たりとかね、あと前はこれ音楽を聴いてたけど、これフロントスピーカーですこれね。で、でこのフロントスピーカー、これはね、ソニーのSS、ソニースピーカーだから頭が必ず SS がつくんだよ。ソニーのスピーカーで SS-GT550 だかな、ちょっと忘れ、あ、ごめん、あ、そう、写真撮ったんだ、そうそう、これでいいや。これこれね、SSGT550 ね、よかった、まだボケてなかったね、ということで、このスピーカーはインピーダンスが6オームになりますね、6オームです。そして、定格入力が 50W、これ EIAJ って書いてあるけど、これが定格入力って書いてあるね、これ一定して、まあ、大体これぐらいまで、普段普通使いでこれぐらいまで使えるよっていうのが50W なんで、この瞬間最大はこれよりももうちょっと多いと思うんだけど、違ったらごめんね、おじいの知識が違ったらごめん、おじいもあんま詳しくないよ。でもこの定格入力っていうのはこれね、瞬間最大のことじゃなくて数字を使えるのが 50W だと思ったんだけどもね、違ったらごめんなさい。シリアルナンバーが200416となってね、2004年の1月6日に作ったやつなのかな、どうなんだろうね。今2020年だから14、あ、そんなんじゃないよ、違う違う違う、全然違う、これね、全然違う、だってこれすっげえ前からあるもん、これそんなあれじゃないよ、だってそんなにじじいになってから買ったけど、これ若い時に買ったんで、あ、でも待てよ、どれぐらいかな、2000年よりもね前だと思うんだけどな、どうなんだろうな、でも自信がないな、まあいいや。はい、なので、これは 50W しかないので6オームなんで、アンプは 4オームなんで、4オームで160なんで、6オームという段階でもう出力は少ないんだけど、 50W しかありませんね、非力なスピーカーになります。これはね、音楽聴きようじゃないんだよ、テレビとか見るよ、なんだっけ、ホームシアター用なんだよね、これはね。はい、で次のスピーカーに行きましょう。次のスピーカーはここの上にね、置いてある電音ね、今の人たちは電音って言うけどね、おじい世代は電音ですね、雷、電気の電ね、電気の音ね、だから電音なんだよね本当はね、でもなんか今電音になっちゃったけどね。はい、このスピーカーがどれぐらいなのかってね、見てみると、はい、このスピーカーの場合はやっぱりね6オームです。で、これがね、60W ね、なので元気なおじい のトールボーイよりもこっちの方がパワーがあるんだよ、すごいでしょこれ、このでっかいこのソニーのトールボーイが、これが50W なんだよね。で今回のこのね、電音のやつが60W、これがね 60W です。でここにね 120W ピークって書いてある、これが瞬間最大、ここまでねバーンとこういった時に一発、そこまで一瞬だけだったらそこまで耐えられますよっていうね、でも安心して使えるレベルは
60ワットぐらいまでにしてくださいねっていうね、そういうもんじゃないかなと。おじいも詳しくは分かんないんだけども、人生そういうふうにして覚えてきた、ね、間違ってたらごめん、ね、はい。そんなわけでこちらの方も今回のでっかいアンプをね流し切ることはできません。はい、で今ね、お部屋の片付けをしている最中でまだ汚い状態なんだけども、下のオーディオルームがあります。でこのオーディオルームのところにあるね、ここ今あのノブシャンドさんのこのマンハッタンも接続してるね、このスピーカーがあって、でこれはねパイオニアです、ね、パイオニアのなんとか A5 ってやつなんだけど、これはね地元でいただいてきました、ね、ありがたいことにね。でこのスピーカー結構いい音がするのでおじい気に入っています、これね。でこのスピーカーが大きさがどれぐらいかというと、はい、パイオニアの、ね、モデル CSA5 ってやつなんだね。これがね8オームでインピーダンスがで、60ワットになります。でこのオームっていうのは4オーム8オーム16オームっていうのが、まあ、大体は見るスピーカーなんだけど、この抵抗値ね、抵抗値、これなんでこの数字が低いとたくさんワット数が出るのかなっていうと、要は簡単に言うとね、これ電気信号がね、こうパン食い競争、パン食い競争、ね、電気がアンプまで、アンプからスピーカーまで行くのに、パン食い競争だとしましょう。この音が、このね、コースの上をね、これしてパン食い競争で行きます。で、そのまんま、障害物がね、なんか飛び箱が4個ポン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 って4個置いてある、4オームで4個置いてあるね、4個置いてあってここがゴールだとしたらね、だいたいポン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 っていくとだいたい160ワット出るよっていうね、要は160キロのスピードで音がね、到達できるよっていうね、そういうことだと思いましょう。じゃあ6オームって言うとどうなるかというと、この飛び箱が1、2、3、4、5、6個だから、皆さん想像してください。4個しかない飛び箱と6個ある飛び箱だと、2回余分にこうやっていかなきゃならないでしょ。そうすると、ゴールに行くまでに時間がかかるよね。そうだよね。で、そのスピードも衰えちゃうよね。タイムが遅くなっちゃうね。だからそのスピードが、この160で出ないわけですね。だから結局ね、もっと遅くなっちゃう、タイムがね遅くなっちゃうね、だからそういうことなんだよこれがね。じゃあ8オームっていうとどういうことっていうと、飛び箱が8個あるわけだから、だから当然タイムは遅くなるよね、時速に計算したら4個の時よりもスピードがかなり遅くなるよね、だからそういうことなんだよね。要は抵抗は少ない方が、飛び箱の数は少ない方がたくさん、ね、運ぶことができる。要は同じものを、ね、運ぶにしたら障害物は少ない方がたくさん運ぶことができる、ね、簡単に運ぶことができる。だからその方が最大が大きくなるんだよっていうことなんだね、まあ、うまく説明できないけど、そういうもの。そうやって抵抗ってこれなんだろうなと思って、おじいも詳しいことよくわかんないんだけども、抵抗なんだね、本当ね、抵抗するのは抵抗なんだね。でこの電気信号に対して負荷がかかる、抵抗がかかるとね、本来シャラシャラって送るものをね、おお、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよってね、せき止めるのがこの数字の抵抗だと思うんでね、これは少ない方がいいみたいです。あれ8オームのスピーカー、6オームのスピーカー、4オームのスピーカーってあったら、4オームのスピーカーを選んでおいた方がなんかいいような気がするよね、なんとなくね。でもそこら辺を言うと、じゃあなんでこの世の中に6オームとか8オームが存在するのっていうことになるわけだよね。だからいろいろ難しいことなんから、それを知ったところでね、今日一日のおじいの生活が変わるわけではないので、そんなところはね、まあ、気にはなるんだけども、お知ろうという気持ちがそんなに強くないので、検索はしておりません。ね、またオーディオマニアの方がいたらね、初回はまた長い文章で説明してくれると、おじいが取り上げるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。はい。ということで、下にある A5 は60ワットまでしか対応していないということです。ね。そして、次です。元気なおじいのね、この、ちょうど映ってないね。これそうかな。あ、違うな。これがパソコンだから。あ、映ってるな。これそうだね。あ、そうそう。これ。今ほんのちょっとだけね、ほらここに映ってるけどもね、
このスピーカーがありますね。でこれもソニーのスピーカーです。ソニーのスピーカーだから SS で、これ F6000 っていうね、タイプになります。はい。でこれはねものすごく価格コムでずっとね長い期間ね1位をずっと独占していたスピーカーになります。でこれはこのまんまで聞くと音がしょぼいんだけども、ね、コンデンサーじゃなくてね、なんか抵抗かなを付け替えると化けるっていうね、だちょっとこう六角かなんかでこう前ポコンとこう外して、でこう抵抗がついてるんで、それを違うものに反対で取ってまた付け替えるといいじゃないみたいな。だマニアの人はそこの抵抗値をいろいろ変えて、この抵抗を使ったらこうで、この抵抗を使ったらこうで、この抵抗を使うとこういうことが崩れていいかもしれないので、もうめっちゃマニアックな世界だね。価格コムのところにいたーと書いてあって、でそれ見て興奮しちゃって買ったはいいんだけど、分解するの怖いからそうそれで長い時期が経ってしまったっていうね、ちょっとおじいダメだね本当ね、そんな疾患あります。でこれは8オームです。8オームね、なんておっしゃることが、でも最大入力が180ワットあるので、まあ4ワットまあ、4オーム計算で160だったんで、8オームだとそこまで対応しないんだけど、一応入力は180ワットまで耐えられるってことで、だおじいもノブサンドさんのミニとかね、こんなちっちゃいのに100ワット100ワットあるんだよとかね、ブワーって上げた時にブワーっと鳴らすことができたでしょ、ね、なのでね結構このスピーカーはすごい耐えられるんだよ。あ意外と音出るじゃん、いいじゃんみたいなね、最近気がついたんだよ。で前のサランネットを外して聞いたらすげえ音いいなっていうことに気がついて、外した方がかっこいいからなんだけど、サランネット閉まったことでどこを閉まったか分かんなくなっちゃうから、今まではやっぱり元のところに戻しておくっていう、そういう性格だったんだよ。で今はもうね、まあ、今ついたままだね、ごめんね、ついたままだった。ここら辺はね、いろんなものを足とか当てるからね、バタバタものがね、怖いんだよね、破けちゃうのがね。下のやつはね、外してます、ね。はい。で、とりあえず、今回の検証で、使えるスピーカーの候補として、このソニーの SSF6000、これが候補になります。マジックのね。ただしこれ8オームなんでね、でも180まで、瞬間最大はもっと高いと思うので、まあ、十分鳴らしきれると思います。はい。そして、もう一つね、これを忘れてはならないよね、サウンドアーティストさんから提供いただいた何 5B だっけ、 S5B だかね、名前 S5B だと思ったけど、これがあります。これがサランネットね、外してあります。こっち側の方にノブサンドさんのマンハッタンが置いてあって、でカクンってなってて、ここのところに今こうやってね、置いてあります、ね、ここの下にはね、カラオケのやつとか長いやつが置いてある、あとヤマハのおじいが今使ってない、買ったけども使わなかったアンプとかね、ここにしまっておきます。で、これがサウンドアーチさんのやつがね、あそう S5B モデルがね、でここにパワーがあるんだけれども、ここのところをね見るとね、はい、パワーが 15W から 250W になってます。で、インピーダンスは6オームと書いてありますね、なのでまだこっちの方のスピーカーの方が抵抗が少ないので、音を大きく出すことができるんだけども、15から 250W に対応しているので、まあこれはもう完璧に鳴らしきれるよね、なので、このサウンドアーチストのやつがおじいが持ってるスピーカーの中では一番ね大きな入力に耐えられるスピーカーということになります。やっぱさすがだね、本当素晴らしいね。はい。で、あとね、この真空管なんだけども、玉転がしってやつだね。で形とか電気が合えばあれなんだけど、今ここの上にもね P1 があるんだけども、今こうやってきれいにね整理整頓をしています。で上にはデジタルアンプが置いてあって、でここのところにね真空管のやつが置いてありますね、まあ、いろんなものが置いてあるよ。このおじいの好きなクラゲが置いてあったりね、T4C が置いてあったり、あとこれが NS10P でね、08E とかね、こうやって置いてあります。
で、あとこっち側の角打ってこっち側の方で見るとノブサンドさん、ネアスワイクでノブサンドさん以外の男、笑顔 JP さんのやつとかね、そういったあのアンプが置いてあって、でここはあの音聞く以外、例えばあのレコードにつけるやつとかね、そういったあのアンプ、あとウーハーのやつとか、そういうのがあのここら辺に一応置いてあります。あの真空管はね、いろいろあるんで、互換性のものがあればこうやってあの入れ替えて玉転がしをすることができるっていうね、なんでまあおじいのね、交渉はもうそこなんだよね。みんな玉転がしっていうと、もうそこでアマゾンで選んでね、軍用がいいとかね、どんどんこの書いてあるけど、おじいの場合はこうやってあの紹介してるうちにいろんなアンプが真空管のやつが増えるから、そこに刺さってるやつで腰やれば OK なわけでしょ。でたまにアンプでもこれはあの軍用のアンプがっていうのがね、あの真空管が刺さってるよっていうのがあるので、選び抜かれたものがっていうね、そういうのがね、確かノブサンドさんにあったような気がしたけどな。私軍用のやつが刺さってるアンプもたまにあるので、そういうのでこう入れ替えればいいわけでしょ、要はあればね。うん、だそれができるまで、おじいはというか、もう生涯ねずっとこういったものを紹介していれば玉転がしと玉がね、くっついてくるよね、だいたいね、それで楽しもうと思ってますんで、はい。そして、ここだね、次に行きましょう、ね。合理的な回路設計、ね、アプト X よりアプト XLL テンションをサポートする QCC3008 Bluetooth チップを採用し、CM6642 USB チップは 24bit100kg ロスレスレコードをサポートしています。高温と低温の制御をね、抑えた統合魔よき増幅回路、プラグインの可能なソケット設計の NE553 にオペアンプ、ここら辺設計よく聞くよね、定番だからね。他のオペアンプを簡単に変更し、様々なサウンドスタイルを楽しむことができます。ということでね。で、まあ、おじいは今度、オペアンプだ、今度ね。この NE553 にオペアンプに入れ替わる、もっと音が良くなるオペアンプって、じゃあ何があるのとかね。そこでまた調べてみると、まあ、相性問題って言ってもあるかもしれないけどね。なのでね、これもまたおじいにしては同じなんだよね。いろんなこのオペアンプ交換可能なアンプがね、いろいろ揃ってくるので、こうやってそこに刺さってるオペアンプ同士をちょっと交換してみるとかね、これでしょ基本はね。私はおじいはね、楽しみたいと思ってますね。ノブサンドさんからね、オペアンプね、なんだかな、なんかあるんだよ。なんか確か NE553E だと思ったけどね、2つぐらいあるんだけど、なんかこう2階建てみたいになってるんだけど、ちょっと収まらねえよっていう。確かね、このリトルベア B4X の時にこれ付け替えてみたらって、一緒に送ってくれたんだけど、中に収まらねえし、大きさがね。で、ハンダ付けされてるみたいだよってね。いや、ハンダ取れば付けるよってね。いや、ハンダ取るのこれみたいな、ね。やってできないことはないけど、まあ確かにそうかもしれないけど、みたいなね。そんなようなお話がありました、過去にね。はい。そして今回は、ハイファイクリアでチャーミングなサウンドね。チャーミングからね。ハイファイクリアでこのチャーミングね。チャーミングと言ったらね、やっぱシャリーちゃんだよね。ほんとね。シャリーちゃんの歌ね、このチャーなんだっけ、ちょっとチャームな女の子かなんか違ったかね、あれお茶目な女の子かね。でもなんかチャーミングっていうとシャリーちゃんの頃の言葉だよね、我々世代すると初めて出たのがね、このチャーミング、チャーミングなサウンド、チャーミングリーンってのもあったの昔ね。だからチャーミングは昭和の入りなんだよこれね。で 6K4 C 空間を採用してデジタルサウンドフィルターで除去し、サウンドを柔らかくして温かく精細でフルでまろやかなサウンドにしますね。ペヤングよりもまろやかなサウンドにしてくれますこれね。それでまた 6K4 を 6J1 6J4GE56546AK5 ね、6ウンチャラ1に直接交換して、さまざまなスタイルを配信されたんで、この6ウンチャラだ、こうやってほら 6AK5 とかさ 6J4 とかだけど、頭に6がついてその後ろは何でもいいから、でここに1ってこうくっついてるシリーズだったら、だから 6J1 とかね、まあ、6B1、6C1、6D1 とか、まあ、それではないかもしれないけど、まあ、こことここがこれが一致するもんだったら、大体なんていうの、足の数というか、まあ、互換性というか、大体一緒なんでしょう、多分ね。
そういう見分け方だと思う。この数字によって使ってるこの電気のこの強さと足のなんかそこら辺の互換性が分かるようになってるような気がします。もし違ってたらごめんね、本当はね。はい、でそんなわけでね、ちょっとこう仕様をね、見ていくと、オーディオ入力は Bluetooth、PC USB、ステレオ、RCA と、ね、3入力になります。で、音声出力はバナナになってます。でチャンネル数は2チャンネルで、アンプの IC は TDA7498E、ね、ちょっと皆さんにこれね見にくいなと思ったんで、ちょっと待ってね、ここのところはね、ズーム機能を、幅に合わせるようにしましょうね。はい、こうしましょう。これがね、バナナシップがチャンネル数が 2.0 で、アンプ IC が TDA7498E です。で、USB のチップセットは CM6642 を採用しています。瞬間最大は 160W×2 の4オーム。まあ、ちょっとこの話をね、この後にすぐにやります。で、整合スピーカーインピーダンスは4から8オームが使いましょう。元気なおじいが持っているスピーカーは閉めて使いましょうってことなんだね、これはね。このダック、ね、PC につけた場合は 24bit192kHz に対応でしょってことなんで、おお、いいなーってね、皆さんの候補になると思うよね。なので、おそらく、P1、ね、P1 がすごい、爆売れした人気商品なんだけども、P1 からのステップアップ、例えばスピーカーで鳴らすのにもう1グレード上を上げたいっていうね、狙う方が大体ここら辺のグレードなんじゃないかなと思います。でパソコンにつける場合は XP Windows 7 8 10 Mac Linux に対応しているということで、 Bluetooth のバージョンは QCC3008 ね、AptX LL に対応しておりますよということはね、そして周波数対応は20から20クラヘルツですよってことなんだね。20から20クレヘルツ、40クレヘルツで対応しないと、配列は対応しないってことか、これね。そして、歪みは、ね、プラマイ6デシベル、ね、で、歪みは 0.1%、ね、ここの歪みのところもね、よくほら、0.009% とかってよくあるよね、なんかすっげえオーディオのやつ見るとね、カタログスペッチがね、0.00何%とこの 0.1% の歪みの差が、果たして、人間の耳で分かるのかなって考えた場合に、絶対音感を持っているゲームキャプチャーツブテック H さんだったら分かるかもしれないけど、おじいの耳じゃ多分この歪み分かんないんだろうね、これね。はい、そして、まあ、あとはね、この電圧19から 35V 対応となっております。重みは610、ね、大きさは11.16の 33mm となっております。だってこの箱のサイズからするとだってこれぐらいの大きさじゃないかなと思う。ちょっと大きいんじゃないかなと思います。あ、違うか、電源の大きさだ、多分この箱の大きさは、ね、だって普通のそこら辺のアンプとそんなに対して変わらないね、真空管の大きさからしてそんなに大きくないか、 P1 とそんなに対して変わらないサイズだと思います。パッケージの重量は 1330g で結構いい重みなんだけども、おそらく電源の重みだと思います、これね。はい、そして、次に行きましょう。 ここです、要はね、ここがねちょっとズームして皆さんに見せたいところになります。はい、ご注意、ここです。PC USB は OTG をサポートしていますが、 G6 が全てのスマホと互換性になることを保証できません。またOTG ケーブル、iOS システムは大電流カメラキットが必要ですのでご用意くださいということで、 Android は OTG が楽なんだけど、 iPhone の場合はね、こうやってちょっとめんどくさいよっていうね、そういうことが書いてあります。そして、ここです。デフォルトの 32V 5A 電源がついてるんだけども、それを使った場合は各チャンネル、要は右チャンネル、左チャンネルは最大 80W、ね、になります。でこの 80W っていうのも4オームのスピーカーをつけた場合に片チャンネル 80W なんで、4オームのスピーカーをつけたら 80W プラス 80W を出力できます。でより高い出力が必要な場合はご自分で、より大きな電源アダプターをご用意くださいということで、32V の 5A の電源がついてるけど、対応してるのは 35V までなんでね、33V、34V、35V までの電源に、上げると、さらにパワーアップ、ね、することができますよ。でも最大で楽しむためには 35V の電源をつけた方がよろしいんだと思うけども、
そこまで使うかというとそこまで使わないよね大体ね、そんな気がします。であとはあくまでも4オームのスピーカーを使った場合の数値なんでね、ここのところも注意ということになります。で、なのでよく電源を上げると音が大きくなるとか変わるとかってね、これ音質は変わるんだけれども音が大きくなるかどうかって今度スピーカーとの相性になるからね。でオームによってそのアンプの出力が何オームで何ワットだ、何ワットのアンプってよくあるよね、これは100ワットかと100ワットのアンプなんだとかねあるよね、全てのものが全部そうあるんだけども何オームのスピーカーを使った場合に最大これが出ますよ。でこの家庭用のやつは100ボルトの電源を使うから、まあ、それが基準なんだけども、こういう中華のこういったものっていうのはこのいくつからいくつまでってね電気がこう違うので入力がね、なのでそれをフルに使った場合に最大でこれぐらい出ますよということなんで、その電源をいいものにすれば音質は良くなるんだけれども音の大きさがどれぐらいまで出るかっていうのは使ってるスピーカーのオーム、ね相性問題に関わってきます。これはね、でないとその最大4オームの出力で160までね、しかも35ボルトを使った場合にそこまでマックスまで行きますよっていうものなんで、なのでそこを考えると4オームのスピーカーではなくて6オーム8オームを使っている時点でもう最大はそこまで出ないよっていうことになるわけなんだね結局ね。はい、まあいろいろねあるんだよこのところは。おじいもね、なんでだろうなと思って調べたらそういうことです。まあ単純ではね分かりやすいよね。はい、そんなわけでよいしょ、説明の内容はここまでになります。はい、じゃあ今回は、ね、オープンボックスなので、実際ちょっと開封してね、外観を皆さんに見ていただきたいと思います。で音出しはこの次の動画で作るので今回はオープンボックスになります。はい、じゃあね、ちょっとアングル切り替えたいと思います。こちら、はい、それではね、アングルを変えました。はい、見えるでしょうか。まあ、箱はね、おなじみのこのスタイルになっておりまーす。ね。はい、後ろはね、何も書いてないね。横はこうしてデザインがね、なんかこう敷いてるくらいかな、これね。ブラック、シルバーってなってるけど、ブラックってなってます。色2種類あるの？はい、それじゃあね、開けまーす。まあ、2種類あってね、ブラックだったらね、さすがノブサンドさんね、分かっていらっしゃる。ということで、いくよ、オープンボックス、せーの、てれってってーん。ということで、不思議だね、ここに何、ここに、まあ、これ何これ。なんかの兼用の箱なのかな、これね。これなんか不思議な形してるよね。ここにこうなって、本来ここに、なんか別のやつなのかな。なんかついでに使ってんのかな、これね。はい、じゃあ開けるよ。せーの、てれれれってれーん。はい、ということで、まず最初に見えるのは、これだね、パワーアンプということで、ドクオーディオね、G6 ということで、日本語のマニュアルになります。はい、これ大事だね。そして、しっかりとね、検品しましたよというね、はい、合格証になります。これも大事だね。はい。そして、これがね、うん、このマニュアルの続きだね、これね。はい。そして、これがね、本来の中国の保証書となっております。まあ、日本の皆さんは、これAmazon で購入したら、ほら、注文番号あるよね。で、購入履歴があるから、そこからもし万が一なんかあったら、ノブサンドさんには、直接注文番号を添えて連絡すればね、大丈夫です。ね。この保証書は関係ありません。はい。で、これは日本語ではないね、説明書になります。はい。そしてね、セット内容、今回はこのようになっています。まずね、中身を確認していきましょう。本体がここにあるので、よいしょとね、あ、結構ね、いい重みがあるね。うん。アンプっていう感じの重たさがありますね。はい。じゃあ、アンプから最初ね、見ようか。よいしょ。いや、緊張の一瞬だね。おお、はい、こんな感じでね、本体が出てきました。まあ、後ほどね、じっくり見ましょう。はい、今ね、セット内容の確認となります。よし。はい、そしたら、次はね、これが目立つよね、これね。はい、これが、
シールドカバーになります。真空管のねガードするやつ、真空管ガードと言われるやつで、これがフロントになるんだね、これがね、うん、あのどっち向けでもこう入りそうなんだけど、やっぱこの方が真空管見えた方がかっこいいんだよね、うん、まあ、これが入っておりました。そしてケーブル、これね、この、まあ、青いやつね、これね、ダック、ね、これパソコンで接続するときに使うケーブルが入っております。はい、そしてこれがねでっかい電源、はい、電源をチェックしましょうね。はい、ここにこれね挿して使うやつだね、おなじみの。はい、パワーはこのようになっております。モデルナンバー32050000でね、まあ、アウトプットね 32V の 5A となっています。すごい電源ついてるんだねこれね。おじい 32V はこれ2個目ぐらいかな確かね。はい、まあすごい大パワーの電源になる。これ間違えてね、あの他のやつに使わないようにしようね。あの 24V のアンプとか、あの 12V のアンプにつけたらね一発で壊すからね、ここは本当気をつけましょう。はい、そしてね、これが Bluetooth のアンテナになります。これね、はい、そしてここに、アンプがね、アンプじゃない真空管が2個ここにね、しっかりと入っております。はい、こんな感じね、ちゃんと衝撃に耐えられるようにこうやってね空間に入っております。まあ人によってはね、あのプチプチとか、あのくるいでないでむき出しで入ってんのしてね、まあ、びっくりされる方もいるかもしれないけど、まあ、あの割れなければそれでいいね、これがあちらの考えでございます。はい、まあ、これ割れて届いたらね問題かもしれないけど、まあ、無事に届けばまあそれでいいという感じになります。これが一応ねセット内容になります。じゃあちょっと一回ねアングルをちょっとねローアングルにして組み立てをしたいと思います。はい、ちょっとお待ちください。はい、ローアングルにしました。見えやすいですかね。はい、こんな感じかな、ね、正面から見るとこんな感じになってます。まあ、各機能はね、先ほど説明した通りになります。これが電源スイッチだね、カチンカチンとね、しっかりとオンオフができます。まあ、ボタンとかタッチ式だとね、入ったのかなどうなのかなって分かんないけど、これはもう確実に入ったって感じするよね。でこれがね3つの切り替えになります。一番上が Bluetooth ね、で真ん中が USB 接続 DAC、 そして下が AUX ね、赤と白のケーブルの接続です。で今回ねちょっと驚いたのがこのね、DAC 用のこの USB ケーブルはついていたんだけども、赤と白の RCA ケーブルがついていませんでした。で今までのノブサンドさんだったら絶対に赤と白の RCA ケーブルがね嫌でも付属していたと思いますね。でもあれ緩くてねザタザタなる原因なんで、あの使えないものがついてるんだったらいらないよねってことで、その分ね、10円でも安い方がいいよねって言ってたからそれでなくなっちゃったのかもしれないね、本当ね。まあ、ないとないで、なんかちょっと寂しいような気もするけどね。でも、本当、使えないものがついてても、結局、買い替えることになるんで、もともと入っていないんだったら、割り切ることができるんだけど、ついていたものが使えないと、なんかすごい損したような気分になるんだよね。だったらね、最初からついていない方が、おじいはいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、どうせ汎用品使ってるわけだからね。はい、でね、まあ、ドックオーディオのここね、ここに G6 ね、G6 と書かれております。で、上から見るとこんな感じね、真空管が刺さるところがあって、まあ、LED がどっかあるみたいだね、光ですね。で、ここのところにね、はい、特徴がいろいろ書いてあります。こんな感じね、まあ、デザインとしてこういうのもありだな、うん、OK です。はい、じゃあ後ろの部分を見ていきましょう。ここに Bluetooth のアンテナがつきます。で PC、USB、青いケーブルね、つくところです。おお、でここも一応なんか金メッキでかっこいいな、見た目かっこいいよね。でこれもバナナプラグになってるので、これね、あのスピーカー挿すときに、まあ、あのバナナプラグ直接こう刺さるんだけど、バナナプラグ持ってない人は
ここのところほら穴があるので、ここにスピーカーのコードをね、ねじってギュッと入れて、それでこれをキュッキュッって回します。もうそれだけで、ね、ドッキングすることができます、ね、これいいよね、うん、でこれが電源になります。はい、19V から 35V までの対応となっています。で裏側を見てみましょう、ね、はい、このねこう滑り止めというか、この足がついております。これ欲しいね、好きだよ、うん、これはね程よい硬さのゴムになっていて、結構程よいグリップと、あと動かすときも楽なんだよね。この足は気に入ってます。四角い足よりもこの足の方がねおじいは好き、うん、で点で支える感じになるしね、おまけにね、四角だとね、なんていうの、多少ちょっとこう劣化してくると、こうペコペコしたりするんだね、ペコペコとかね。でこの点で支えるタイプだったら、多少なんか劣化してきても点で支えてるんで、絶対に このグリップがね、すげえグリップなんで、これね、ほらほらね、これすごくいいんだよ。この足めちゃめちゃおじいはね気に入っています。はい、じゃあちょっとね、これを見ていただこうと思います。はい、これがね真空管のガードなんだけど、これを見せるためにはちょっとこれね高さをねニョーンとちょっと高くして、それで、下向きにしたいと思います。ニョン、はい、これぐらいでいいかな、ね、はい、でこれがね真空管のガードになってるんだけど、これね通常はここにこうやってねこうしてこう刺さるようになってる、まあ、これをつけててもつけてなくてもいいんだけどもね、決まりはありません。こうしてね簡単につけることができます。で、形状からしてこれ逆につけることもできるので、はい、こうやってね、置くこともできます。で例えばね、後ろから眺めてるのがね、こうやって接続とかね、まあ、ここら辺をよくやってこういうこうやって置く方がいたら、後ろ側でね真空管がこう見えやすくなるように、こういう設置もまあ、ありかもしれないよね。まあ、好みに応じて使い分けができます、ね、真空管だけでこのガードを使わないのもあり、ね、でノーマルでこちらを前にして使うのもあり、逆にして使うのもあり、ね、もうこれはもう好みで使い分ければいいんじゃないかなと思います、はい、じゃあまず最初に真空管をね見ましょう。で今回届いた真空管ね、ちょっと危ないんで、よし、ちょっとこっち側に置きたいと思います。はい、真空管ね、よいしょと、まあ、よっぽど古い真空管以外はね、もうガラスがものすごく安定しています、厚みがね。で真空管をね、手で触ってっていう方がたまにいるんだけども、もう真空管もベタ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 ね、もう手でやってもうこう油ぶってからね、わーってやってもね全然大丈夫ですよね。かえってね手袋なんかでやると滑って落としたりとか割ったりするんでね、その方が絶対に危ないと思います。もう手で触って、手の油がついた瞬間にバーンって破裂しちゃうとかね、それなら考えもんだけども、お手で触ってすぐにねダメになるもんではありませんね。手で触ってセットしたら後でね拭けばいいわけです、全然ね。はい、まあおじいはそっち派ですね、こういうね真空管のアップ触り始めた方ね、たまにそういう神経質な方もいるんでね、うん、まあおじいはそういうのは気にしておりません。今まで素手で触って壊れた真空管は一個もありません。ということで、これね、はい、穴がないところがあるので、これだいたいこう向きをねこうして合わせて、でまあこの辺かなって、あ、そうだ、これ今ゴミ口しちゃったんでね、はい、まあゴミ取りましょう。でだいたいこの辺かなっていうところで、よいしょね、この辺かなーってね、ちょっと場所確認して、よいしょ、この辺だね、うん、この辺かな、この辺かなーって感じで、これ入るかなーって、よ、場所合ってるかな、よいしょ、入るかな、場所合ってない、よ、場所が合わないと入らないでね、うん、じゃあ今度こっち側で行ってみようか、よ、どん、ぴったりと場所が合わないと入らないでね、この辺かな、よいしょ、うん、あ、これか、あ、ここだね、はい、場所が合うとスッてすんなりと入ったね、スッとね、うん、もうスッてこれ下までスッて入ったんで、まあ、この位置でやめていく。必要以上にグーってやると逆に危ないからね、もう入ってればいいです。これで要は
あの凹凸になっててピンがここに刺さってて通電すればいいわけ、電気が通ればいいわけなんでね。であと見た目がこう曲がってればわかるんでね、ちゃんと入ってればもうそんでいいです。すごい神経質になる人がいるけどね、そんなとこまで気にしないとね、よろしいと思いますね。あ、これも今ねちょっとゴミがくっついてるんでね、よし、くっついてる、ここゴミを取っ払って、で、まあ、大体この辺かな、よいしょ。あ、で今場所カチッとか入ったね。でこうやって今カチッとはまったんで、スーッと入った、まあ、こんなもんかなって、これで OK です。これで OK ね。もう一瞬間にグーなんてやめて、あ、下に行ったかなって、でククってやってちゃんと入ってればね、それで OK です。でこうやって見て、あ、まあまっすぐだね、こうやって見てね、うん、こうやって見てね、どうって言われば、まあ大丈夫だね、うん、まあ、こんなもんだね、うん、まあ、カメラの向こう、ほら、まっすぐだね、ね、こうやって見て、こうやって見て、うん、いいじゃんって感じで、で、こうやってしゃってみてね、あ、うん、大丈夫だね、大丈夫だねってね、そうしたら、ね、あとは、こうしてね、キュッ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 、暑いんでね、汗だくなんでね、今ね、あれ、キュッ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 って、こう、真空管をね、拭いて、ね、はい、もうこれで大丈夫です。全然ね、そんなにね神経質にならなくて全然大丈夫です、ね、はい、あーってね言う人もいるかもしれないけど全然大丈夫ですね、安心してください、ね、で、これで、素手で触ったことによって明日とか明後日とかね真空管破裂したらダメになったって人はねちゃんと動画作るんでね、安心してください。はい、それではね、ちょっとこう、引きのアングルにして、この次は何をやるかというと、まあね、この真空管のガードはね、まだ今つけません、ね。ちょっと待ってね、今三脚の固定してるからね、よいしょと。三脚がね、足は左でロックで、上は右でロックって、ちょっとね、変わった仕様なんでね、迷うんだよね、これね。よし、固定できた。ね、よいしょ。で、これでまっすぐかな。ね、はい、そしたらね、このガードをね、こうやってね、ペコーってこう乗っけて、はい、これで OK です。ね、これで OK だね。そして、後ろ。ね、まあ、Bluetooth 使わない人は、別にこれつける必要がないんだけどね。で、これは、こっからね、こうやってほら、曲がるタイプなので、ね、こうなっているので、このアンテナつけるところに、これ、くる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 っとこう回してね、うん。くる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 っとこう回して回して回してね、回って回って回って回るなんだけど、で、ここのところで、ちょっとね、微調整よ、なんてことだ、ここで止まってほしくないじゃんちょっと待って、これよいしょと、これね、ちょっと待ってね、いよ、こんなもんかな、よいしょ。これね、一方通行にしかカクンって90度曲がらないんで、この場所が悪いとこで止まってしまうと、あれなんで。で、こうねじって、グッて、ここで回るから、こうしてね。はい、これで OK です。はい、しっかりと完成しました。いかがでしょうか。ね。これで完成になります。で、この PC のね、この接続のケーブル。まあ、ちょっとこれにじゃあ、ちょっと破って、よいしょ、ね、まあ、これ何年か経ったらね、これね、ベタベタなるような気がするんだけどな、うん、この網のやつにしてくんないかな。あ、これね、やっぱね、今もう夏場なんで、まだベタベタじゃないけど、これおそらくね、まあ、ワンシーズン、ツーシーズン過ぎていくうちに、ベタ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 するね。間違いなく3年後には、もう白半テープの反対側みたいな感じで、ベターってなってると思うけどね。うん、まあ、到着した時はまだ大丈夫ですからね。で、パソコンに接続する場合は、ここね、ここだよね、ここ。ね。ここ、上がこっちかな。こうやって接続して、この先端反対側をパソコンに接続すればね、そのまま認識してくれます。これね、はい。まあ、今回はね、本当すごいね、ノブサウンドさんしっかりと見てるんだね。この RCA ケーブルが熱いてない。まあ、笑っちゃいけないけれども、でも、これ大正解だよ。トラブルを回避することができます。ね。
ダメな RCA ケーブルがついてることによって、せっかくアンプがいいものを作っているのに、その汎用品のケーブルを仕入れて入れてるだけで、要はそのケーブルがザザザザ言うためにアンプまで悪く見られてしまう。でケーブルがダメなためにイメージが下がる。ではクレームが来る。でひどい時にはノイズが乗るって言われて返品されてしまうね。だからケーブルはない方がいいと思います。絶対にね、つけない方がいいと思う。絶対正解だと思う、これね。まあ、その分、どうせ原価5円か10円だと思うからね。その分安くしてくれた方が絶対にいいです、これね。はい。こんな感じでね、ちょっと、じゃあ、手持ちで実際に、この、イメージをね、皆さんでちょっと見ていただこうかなと思います。よいしょ、ちょっと待ってね。こうして外して、ね。ね。この三脚です。結構ね、この三脚、自由度が高いけど、ここがね、左回しで緩んで、右でロックで、足は逆なんだよね。右でロック回転で左側で閉まるんで、これね、まだ慣れない。ちょっとね。はい、じゃあ近くでね、よーく見てください。こんな感じ。でね、まぁ、ちょっとぐるーっと一周ね、こんな感じ。どう？ほら、ね。はい、まぁ、こっち側から見ないとね。後ろ側から見るとこの文字がね、逆になっちゃう、ね。はい、いかがでしょうか。質感なんかね、伝わりでしょうか。よいしょとね。はい、こんな感じです。Bluetooth 使わない場合はね、これ取っちゃった方が、スマートで、まあ、使わないときこうしてやってても、ここ、どうせ邪魔になっちゃうしね。おじいはね、これ使わないときは取っちゃうのがいいと思います。まあ、こうやってやっていけばね、あ、アンテナついてんだって、最初はね、お、かっちょいいと思ったけど、こうやってまたこうしてやってるうちにこう緩んだりとかなんかするんでね。これこうしてまたやってやるのめんどくしいんで。おじいはね、これ使わないときはこれ取っちゃってる方が、うん、まあおじいつけない派です、ね。はい。どうでしょうか。で、これまあ取った感じはこうね。まあ、独行用の、あれだね、T4、おじいが好きだったの。T4、なんだっけ。これで似たようなってね、なんかね。うん。ね。あ、でもあれヘッドホンついてないからね、これね。パワーアンプだから、これね。うん、プリメインアンプだからね。うん。では、皆さん、どっちの方が好みですか？これがついてないやつ。もうこれ見慣れてるよね。で、これがちょっとこうしてね、ついただけで、なんかイメージ全然違うよね。はい。で、気になるのは、このノブになります。低音、ね。あ、低音、これね、カチカチだ。カチカチ、細かい小刻みのカチカチ、高音も。あ、カチカチだ。へぇー、低音高音は、ニューってやつかなと思ったんだけど、お、細かいカチカチです。デジタルだ。こう、カチ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 。ね。へぇー、びっくり。じゃあ、こっちのボリュームも、はい、カチ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 、カチ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 、カチ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 ってことだよね。はい、ここまで、ね。夕方の5時ぐらいまで、ね。ゼロのポジションは、だいたい7時ぐらい。7時から5時ぐらいまでのね、間になります。はい。見えるでしょうか。ほら、スマートフォンじゃね、こんなに近寄れないでしょう。ね。はい、パナソニックの V360MS で撮ってるとね、こうやって近づいても全然大丈夫っていうね。ほら、ね、スマホじゃ撮れないよー。ね。はい、ビデオカメラのいいとこだね、これね。はい、こんな感じ。で、真空管のついてるアンプは、だいたい20分から30分ぐらいね、暖気運転してあげないと、ちゃんとした音を出すことができません。ね。初めて真空管のついてるアンプを使うときは気をつけてください。暖気運転は30分ぐらい必要となります。で、あと当然ながらね、鳴らし運転が必要になります。これね。まあ、届いて30分経ったら音は出るんだけれども、やっぱ電気製品というのは全て何でもそうなんだよね。ケーブル1本でも何でもそうです。こういう電気が流れるものは鳴らし運転が必要なんでね。まあ、しばらく何日間か使ってるうちに安定してきます。ね。まあ、最初ね、30分1時間とか、通電して音聞いてるうちにね、だだだだ、慣れてくるけどもね、うん、最初はギクシャクしてるもんだと思います。
いや、我が家の新しい子がやってきました。いや、真空管がついてるだけで本当ね、アンプかっこいいね。はい、今回はね、オープンボックスなんで、この辺までとなります。ね、付属してる電源ね、このところももう一度お見せしておきましょう。はい、これね、すごいね、パワーのある電源がついています。はい、それじゃあ一回ね、アングルを戻したいと思います。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。ノブサウンドさんの新しいね、秘密兵器、ドックオーディオ G6 になります。ね、はい、今回はオープンボックスなのでここまでになります。あと詳しい情報は Amazon のリンクね、この下にあるので、こちらの方をご覧になってください。で、気になるお値段の方なんだけれども、今日現在ね、発売してまだ2日目になります。今日現在お値段の方が14,299円になります。14,299円になります。まあ今までのね、ものよりも、こう、もうワンランクアップの音質を楽しめるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね、で、この14,299円なんだけども、元気なおじいの動画を見たよってね、その一言を言っていただければ、キャッシュバックね、500円のキャッシュバックをしてくれます。元気なおじいが紹介したものは500円のキャッシュバックになります。で、ノブサウンドさんの売ってるアンプで、アンプだよ、ノブサウンドさんのアンプで、元気なおじいが紹介していないモデルを購入しても、元気なおじいのチャンネル見たよって一言言うと、300円のキャッシュバックをしてくれます。なのでね、おじいがこれで紹介したら、上乗せで500円になるので、おじいが紹介していないものがあったら、ノブサウンドさんのこれを買おうと思ってるんだけど、おじいの動画にないから紹介してって言えば、おじいがページ見ながら紹介するんだよね。そうすると500円のキャッシュバックになります。まあ、うまくね、おじいを使っていただければなと思います。はい。で、次回の動画では、実際にこのアンプにスピーカーを接続してね、音を聞いてみたいと思います。まあ、ちょっとこう、時間がかかる話なんでね、真空管はね、またこう、お部屋もセッティングしなきゃならないので、またちょっと時間を置いて動画を作ることになります。まず最初にね、皆さん Amazon のページをよーく見てね、どんな仕様なのかをじっくりとご覧ください。というわけで、参考になっていた方は、グダグダ、暇つぶしになった方は、いいねを押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。Amazon のリンクもね、ぜひご覧になってください。おじいでした。またね、バイバイ。